創価大のところの近くで学生部やってるのとはちょいとやっぱり違うわね。フッサに行ったから。それで不思議なその組織から外れてるような、学会員ではいるんだけど、組織から王道の組織、学会でいうところの王道の組織から完全に外れちゃってる。昔は支部長とかやってたんだよね、そのおじさん。だけどその人になんか若い衆がどんどんこう集まってくるんじゃなかったんですよ。でそれに誘われてって、で行ってみたらもう本当に目から鱗ですよね。それまで学会の中でその何とも言えない釈服とは言いながら、あの仏法対話はさ、世界平和をね、池田先生と共にやってこうよっていう内容なわけだよ。でも御書を読むと全天魔念仏無権真言報告って書いてあるじゃないですか。で方々のものを見て攻めずんば、なんだあの法華経の仇を見て攻めずんば、あの師団ともに無間地獄が疑いなかるべしとかさ、そういうところで時々出会うわけじゃん。それをね、君平和軍とやってくれで、こう幹部が来てこう握手するじゃない、こう入血だからね、これで本人はハハハとか言ってやっててさで、こうでもうこっちはわーとか言ってるわけだで、こうで俺がさ、いやこんなんじゃ釈迦ないでしょって言って全集はねって言い出すと、豊田君ってこうやって後ろからタックルされるみたいなさ、ザーとか連れてかれて、ね、ダメ、取れ、ね、今それダメだって何言ってんだよ。しかも学園ってのはもう基本中の基本だべみたいに思ってんだけどっていう空気なんだよね当時ね。だからあの修問問題があって、あの52年路線だよね、それのやっと収束した直後の入信だから、学会ながらすごいそういうことでピリピリするやん。それでも姉さんとかその師匠、そのね離れた師匠のとこ行ったら、それをバンバン批判してるわけ。今の学会のやってるのはあれは釈迦じゃない、釈迦っていうのはって言って、まさに立正暗黒論の通りのことをバンバン言ってんだよ。それで信頼者連れていくともうボッコボコにするんだよね。この御書を持って方々の外読ってことを徹底的にこうつくんですよ。もうこれだこれだったんだ俺がやりたかったことみたいな。そもそもド S だから、あの釈迦の姿っていうのはほぼほぼド S 根性にもってこいなんだよね。運も言わさずその相手をさ、このやっつけるってこれしかも反撃ができない、そのだって絶対勝てるからさ、こっちのあの論理構成っていうのは。それで玉瓶の中で片っ端からやりだしたわけですよ。もうほどなくもう完全に玉火がアウェイな空気になりまして、学食行くともうみんな人がざわざわしてざわざわしてて、で俺のテーブルからなんかふわーって人がいなくなる、ここでカレー食おうと思うとなんとなくいなくなっちゃうみたいなね。だから学校行くのは辛かったけどね、その頃はなんかこう臆病だったから、まだあの空気の中また学校行くのかみたいな。で峰木さんはそれでいいんだ、それがいいんだって言って、それが罪状消滅になるんだ、そうかと思ってさ、まあそんな大学時代やって、でダラ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 ってテンション下がってって、峰木さん、そう学生時代から峰木さんに行きやすたからね。で青年部になるともうフッサなんか本当にもうひ弱な青年部でやる気なんか全然出ないで、で峰木さんのところずっともう通って、で、まあ新人の本当に五所とね、それ五所もほとんど空で出てくるからね、いろんな箇所が。その重要なあの御門がね、それと日達商人の説法集がすごかったね。もう真っ赤っかどころかボールペンと青い線とも何度もレイヤーが重なっちゃっててさ、あと戸田会長だね、戸田会長はこう言ってた、戸田会長はこうだっていう、この3つだけですよ。御所、日達商人、戸田会長、たまーに池田先生否定はしてなかったけど、あとで一対一の時にさ、いや、どう聞いても池田先生の指導を聞いてて、こう、感動っていうか盛り上がってこないんですけど、って言ったら、いや、俺もそうなんだよ、って言われた時に、あ、そうなんだ、峰木さんもそうなんだ、っていうので、っていうような人だったわけ。だから良かったんだけどね、あの、平成2年、3年の時のあの問題の時に、結局、仏法僧っていう参謀においての、日蓮大聖人の仏法なんだっていうことを知らないうちにやっぱり根っこにあのくさびを打たれてたんですよ。でもその上での創価学会なんだと。だから仏法僧の三宝を抜いて、三宝でも僧帽を抜いて創価学会だけが成り立つってことはありえないんだっていうことをね、
なんとなくやっぱり命に、神官に染まってたんだよね。